高等区立深川第三中学校は、東京都高等区越中島に所在する区立中学校。1947年に開校。通称は深川三中もしくは三中。全校生徒数は639名18学級、編成。近隣の越中島小学校、平急小学校、臨海小学校、通夜小学校からの生徒が多数を占めるが、 近年の学校選択制により、区内では人気校として認識されているためと学区から流入する生徒もおり、抽選では毎年高倍率となっている。部活動が盛んで、都大会、関東大会へ出場する部も多く見受けられる、吹奏楽部が高等区で初の都大会出場が決定している2012年7月28日、現在、部活動が盛んで、水泳部や 陸上競技部が全国大会に出場を果たし、中には入賞もしている。そして、平成18年3月31日からは、老朽化した校舎を改築するに伴い、越中島から南砂刈校舎に移転している。約2年後の平成20年2月中旬に、待望の新校舎が完成し、3月上旬に元の住所、越中島に移転している。 6月14日には、新校舎落成記念式典を挙行。11月15日には、開校60周年記念式典が盛大に行われた。2011年度は、日比谷高校に7名合格を出し、最多合格校となった。2014年1月27日には長年にわたる、英会話教育の ALT を派遣している、ブリティッシュカウンシルからの訪問として、 英国大使が来航した。ありがとうございます。